くじ運。プロ野球の戦力補強といえば、FA やトレードなどがありますが、なんといっても、一番大事なのはドラフトです。NPB のドラフトは、MLB のウェーバー制度とは違い、選手が重複すればくじ引きとなります。そこで今回の動画は、消滅してしまった近鉄を含む、NPB 13球団のドラフトくじ運を、全抽選結果を当たり確率のランキング形式で紹介したいと思います。ランキングは、10位から2位。そして、13位、1位の順番で紹介していきます。おまけとして、最後の方に直近10年のくじ引き結果も出しておきます。それでは、本日もよろしくお願いいたします。第10位は、阪神タイガース。古くは江夏豊投手、江川卓投手、岡田彰布選手などを引き当てています。まあ、江川投手は一旦阪神入団後、すぐに小林茂投手とトレードされましたが、そして、外れ抽選も含む1位指名限定にすると、さらに確率が下がります。そら、暗黒時代にもなりますね。ドラフト戦略が失敗してるので。11位はソフトバンク。南海と大英時代を含みます。抽選で獲得した選手では、1983年6位の佐々木誠選手、1985年5位の西山修司捕手、1987年5位の吉永光一郎選手と、下位に目立った選手がいます。1位限定のくじ運はというと、26.5% になって、全体よりか 5.6% 下がってしまいます。直近7連敗中が響いているのかもしれません。10位は読売ジャイアンツ。なんといっても、原辰徳選手、松井秀喜選手をくじ引きで当ててるのがいいですね。ただ、くじ運自体は低めです。1990年の2位では、現阪神監督の矢野明弘を中日と競合しています。もし巨人に行ってたら、今、阪神の監督はしてなかったかもしれませんね。ちなみに、1位指名の当選確率は13球団中最下位。現在も12連敗中と泥沼です。9位は横浜 DeNA ベイスターズ。太陽ホエールズ、横浜太陽ホエールズ、横浜ベイスターズ時代を含みます。最多競合でくじを当てたのは3球団と、これ以上の競合になるとくじを当てたことがありません。DeNA が一本釣りが多い印象なのは、このことが関係している?競合した選手で活躍した選手は、1991年の斉藤隆投手、2014年、現役の山崎康明投手でしょうか。8位は北海道日本ハムファイターズ。東映フライヤーズ、日本ハムファイターズ時代を含みます。近年の日本ハムはその年のナンバーワンの選手を獲得するということで、競合覚悟で入札しています。このこともあってか、競合した回数は全体2番目の55回となっています。ただ、ダルビッシュ有投手や大谷翔平選手などの一本釣りに成功するなど、ドラフト校舎のイメージもあります。7位は大阪近鉄バファローズ。近鉄バファローズ時代を含めます。2004年オフをもってオリックスと合併したため、これからこの数値は変わりません。ちょうど7位と13球団の真ん中になります。ただ、8球団で野茂英雄投手、7球団で福留孝介選手を引き当てるなどの、幸運を持っていたりしました。まあ、福留選手には入団拒否されてしまうのですが。6位は広島東洋カープ。広島カープ時代を含めます。1位の4球団以上の競合で9連敗でしたが、2018年の小園海斗選手を引き当て、連敗をストップさせました。まあ、2021年の隅田知一郎投手をまた外しちゃいましたが、ただ、1位入札で3球団限定にすると、8分の6を引き当てるというデータもあります。これが2球団になると9分の2に減ります。外れ抽選含む、不思議です。5位は中日ドラゴンズ。競合回数が42回と全体で2番目、セリーグでは1番少ないです。現役の選手を除くと、過去には、
1987年1位の立浪和義選手、1990年2位の矢野昭弘捕手が目立つところでしょうか。正直、他の選手は知らないだけかもしれませんが、活躍したとは言えない選手が多いです。現役の小笠原慎之介投手、柳裕也投手、根尾昂投手、石川昂弥選手に頑張ってもらいましょう。4位は東京ヤクルトスワローズ。サンケイスワローズ、ヤクルトスワローズ時代を含めます。ヤクルトは全球団で最多となる62回くじを引いています。しかし、それでも当選率は4割を超えていますので、かなりの高確率ですね。1990年代の黄金期を支えた、1983年2位の池山貴弘選手、1984年1位の広沢克己選手、1988年1位の川崎健次郎投手、1992年1位の伊藤智仁投手なんかも競合で獲得した選手です。3位は埼玉西武ライオンズ。西武ライオンズ時代を含みます。西鉄ライオンズ時代は競合がありませんでした。ヤクルトとは一転して楽天と近鉄を除く球団で競合回数が一番少ないのが西武になります。西武といえば球界の寝技師と呼ばれた根本陸夫氏が思い浮かびます。有力選手を囲い込んで他球団に手を出させないというやや強引な手段を取っていました。このことがあるから競合回数が少ないのでしょうか。しかし、それでも6球団競合を3回も当てているのは西武のみです。やはり幸運なのは変わりないですね。2位は東北楽天ゴールデンイーグルス。2004年オフに誕生した一番新しい球団ですが、当選確率 50% とかなりの高確率を上げています。田中将大投手や松井裕樹投手、辰巳良介選手が現役での主軸になっています。2012年の森雄大投手、2013年の松井投手、2014年の安楽智弘投手まで、3年連続1位競合当選というのもやってます。2004年オフの球界再編以降限定にすると、3年連続競合当選は楽天のみです。さて、2位まで来ましたが、ここで1位ではなく先に最下位を見てみましょう。最下位となる13位は、オリックスバファローズ、阪急ブレイブス、オリックスブレイブス、オリックスブルーウェーブ時代を含みます。予想されてた方も多いのではないでしょうか。2010年には史上初となる1巡目指名を4回しました。この後、日本ハムとソフトバンクも並びましたが、1998年に荒垣渚投手、入団拒否を当ててから、2017年に田島大輝投手を当てるまでの11連敗があります。それ以降も現在は4連敗中となっています。1位当選確率も巨人に次ぐ2番目の運のなさとなっています。ここまでの運のなさは何なんですかね？さて、それでは次は1位の球団です。1位は千葉ロッテマリーンズ。ロッテオリオンズ時代を含めます。当選率は 52% を超えており、他のチームを圧倒しています。しかも、2000年代に入ってからは驚異の確率、19分の13の 68.4% の確率で1位くじを引き当てています。外したのは楽天の長谷部晃平投手、日本ハムの斎藤佑樹投手、阪神の藤浪晋太郎投手、ソフトバンクの田中正義投手、日本ハムの清宮幸太郎選手、楽天の早川隆久投手の6人となっています。セリーグは阪神の藤浪投手以外はロッテの壁が厚い。ロッテと競合選手が被らないことを祈るしかないのでしょうか？以上、ドラフトくじ運ランキングでした。皆様の予想はどうだったでしょうか？これまではドラフト始まって以来の集計でしたが、最後に直近10年間2012から2021年のくじ運を見ながらお別れです。ここまでご視聴ありがとうございました。